The sunny boat また さあ隠そう。 ねえ、ここまで。 いつもならば。 あれ？ え？ なんで？ ほって打っても星投げ出てこない。 ちょっと、 もう忘れちゃったの？いつもならば冷静に判断できるのに、キラキラと照りつける太陽に誘われて、あれなんだか変。始まるまで明日の公演のユニットの確認をしてましたのでちょっと歌が出ちゃう。わお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 、最後です。よろしくお願いします。ありがとう皆さん、一日ありがとう。初見です、ありがとうございます。今イベント参加中です。今日初日が6位で5位までがナイーブのさんの PR アンバサダーになれて、カップリング曲をいただけるのでぜひよろしくお願いします。お力を貸してくださると嬉しいです。星投げカウントよろしくお願いします。お願いします。皆さんありがとう、ありがとう。あ、飼い主に似て忘れやすい iPad 見なかったことにしよう見なかったこと。あ、コーヒーはね、あ、もうさやカフェ修行終わった。コーヒーは、あ、さっき見て見て、おしゃれじゃないえ、これが家にあるのさ。ちょっと待って、ヒーターがめっちゃ間近であってちょっと暑いので消します。あ、もうね、寒すぎて暖房も入れたし、今この真横にヒーターも置いてぬくぬく環境でほかほかしてます。え、コーヒー豆がさコーヒー豆がお家にあるのちょっと強くない？ちょっといいねいいね。使い切るの大変そう。いやいやいや、私は毎朝コーヒーを豆から引く女なので、キッチンにそう置いとこうと思います。置いとこっと。さやカフェ、え、あ、そうだ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 、あのさっきの配信、あ、ありがとう星投げ、ありがとうございます、ありがとう、嬉しい。そう、さっきの配信でまたタワーを、さっきの配信終わった後に気づいたので、メモさせてください。タワーのお礼はまとめて終わった後に、イベントが終わった後にさせていただくのでメモになりますが、ビルマさんタワーありがとうございました。さっきの配信ありがとうございました。ありがとうでした。また改めてお礼させてください。ありがタワーでした。うん、ヤンカーさん、ヤンカーさん、タワーありがとう、ありがとうございます。ヤンカーさん筆ペンで書いてる。もうちょっとなんか書道っぽく書いたらよかったかな。ヤンカーさん、タワーありがとう、改めてお礼させていただきます。ありがとうございます、ありがとう。日向さんもありがとう。日向さんありがとうございます。日向さんありがとう。日向さん、ありがとうございます。ありがタワーです、ありがとう、ありがとう、頑張ります。カズさんもありがとう、ありがとう、いっぱいありがとういっ
ぱいありがとう。頑張る。カズさんもありがとうございます。ありがとう。ありがたわーです。ありがとう。マブピーさんもタワー？ほやほやほや、マブピーさんもヨッシーさんも、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ちょっと待って、大船団、大船団、大海賊時代、マブピーさん、陣雷ヨッシーさん、陣雷さん、ムーピーさん、ヨッシーさん、ジンライさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます。ありがとうございます、本当にありがとう。皆さん今日一日ありがとうございました。本当に朝から夜までお付き合いくださいましてありがとうございました。すごい、すごい、なんだろう、感謝しかない一日でした。ありがとうございます。一日楽しかった。それはもう、それは嬉しい、嬉しい、よかった。でも私も楽しかった、楽しかったなんかずっと、え、待ってさ、朝配信がもうなんかすごい、朝配信も今日だよ。朝何しましたか朝あのうさぎをかぶってみたいな。いやー、すごいすごい、もう、アラームのスムーズ機能が、そう、アラームのね、音源変えたの今のイントロクイズ、今の曲なんだと思うごめん、なんかさ、 iPhone のさ、アラームってさ、あれなんだね、曲にできるんだね。びっくりした。なんか新しくセットしようとしてたら曲にできるんだってなってびっくりしましたけど、今の曲イントロクイズ、イントロクイズ、ヤマイさんもタワーありがとう、ありがとう、ヤマイさん、ヤマイさん、ヤマイさん、また改めてお礼させてください。ありがとう、ありがとうございます、頑張ります、ありがとう。じゃんじゃらじゃん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 、フォローしました、ありがとうございます。明日も一日やってるので、ぜひぜひ来てください。力を貸してくださると嬉しいです。星投げカウントよろしくお願いします。花火師さん、花火師さんもありがとうございます。ありがとう。え、ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。花火師さん、ありがとう。
お疲れさんもありがとうございます。ありがとう。お疲れさん、タワー2つもありがとうございます。お疲れさん、まずどうしよう、かける2。ありがとう、ありがとう、いっぱいありがとうございます。まみしさん、お疲れさん、2つありがとう。かつささんもありがとうございます。ありがとう、ありがとう。どありがとう、ありがとうございます。かずささん、ありがとう、本当にありがとう、本当にありがとうございます。でちょっと何の曲かというと、もう一回流したいけどあれだよね、ダメだよね。ちょっと曲が流せないのでもう流せないんですけど、あれです、できっこないをやらなくちゃって曲知ってる？サンボマスターさんの曲なんですけど、46分、もうこんな時間だ。できっこないをやらなくちゃって曲、この曲私あのオーディションの時とか、オーディションに行く前とかめちゃめちゃ聴いてたんですよ。サヤマンダーさんもタワーありがとうございます。サヤマンダーさん、ありがとう。サヤマンダーになってる。サヤマンダーさん、サヤマンダーさん、ありがとうございます。タワーありがとう、ありがとう。そう、ちょっと聞いてください。なのでそう、 STU のオーディションを受ける多分直前も、あの新幹線で福岡から行ったんですけど、その時とかもずっと聞いてた。ずっと聞いてて、すごいそれを思い出して、あのアラームにさっき設定した設定した。この期間はこの曲のアラームで朝目覚め、配信時間も鳴らしていこうと思ってます。あ、知ってる曲だった？本当？諦めないでどんな時も君ならできる。そう、気合が入ります。なのでそう、初心も思い出そうと思って設定したのが今さっき鳴っちゃった、スムーズ機能で鳴っちゃいましたが、それでした。イントロクイズ。もうすぐだね。ありがとうございました。一日、明日も朝からよろしくお願いします。よろしくお願いします。また6時から6時30分まで、8時5分から8時25分までですね、朝は。よろしくお願いします。じゃあ皆さん、ゆっくりとお休みください。明日はね、花垂れ公演もあるので、ももちゃんと愛子ちゃんの生誕祭もあるので、来てくださる方、見てくださる方を楽しみましょう、一緒に楽しみましょう。あ、そう、昨日さ、ちょっと壇上を読むのがめちゃめちゃギリギリになっちゃったので、どうだろう、そろそろ読み始めた方がいいのかな。そう、ゆきさんね、うん、ゆきさん心配だよね。心配だ。 LINE 送った、さっきというか、その知って秒で送りました。心配だ、大丈夫かな。じゃあそろそろ壇上を読ませていただこうと思います。
ドゥドゥン。13位キクちゃん、ありがとうございます。12位イッコーさん、ありがとうございます。11位トリサンさん、ありがとうございます。10位ヤンカーさん、ありがとうございます。9位カズさん、さやかりん、たんおし、ありがとうございます。8位サヤマンダーさん、ありがとうございます。7位ジンライさん、ありがとうございます。6位ノブピーさん、ありがとうございます。5位ひなたさん、ありがとうございます。4位ゆまいさん、ありがとうございます。3位かずささん、ありがとうございます。2位花火師さん、ありがとうございます。で1位お疲れさん、ありがとうございます。タワーエビちゃん、ありがとう。エビちゃん、タワーありがとうございます。エビちゃん、タワーありがとう。ありがとうです。ありがとう、皆さん。5位に入れるように、絶対入れるように頑張ります。諦めずに頑張りますので、一緒に夢を掴んでくださると嬉しいです。そして明日ハッピーな明日ラッキーな方はアッキーさん、大好きマンさんです。おめでとうございます。ありがとう、皆さん星投げもカウントもありがとうございます。朝から夜まで付き合ってくださってありがとうございました。ありがとう。ゆっくり休んでね。でもさ、曲にさっき設定変えたから、ちょっと朝極限さ起きれるかはちょっと不安だから、ちょっと目が覚めなかったら怖いから、ちょっと朝はいつものあの怖いやつにしよう。もう聞きすぎて怖いやつ、なんかレーダーみたいなね。曲に変えたから起きれなかったとかだったら大変だもんね。いつものあの怖いで、どんな曲、どんな音だっけ、ででみたいな、それにしとく。朝はちょっと怖いのでそうしよう。そう、あのレーダーにします。もう自動で切れちゃうのかな、それにしよう。曲でも起きれる。目覚ましいつも STU の曲で起きてるのはいいね。でもさ、なんかさ、目覚ましにしてたらさ、その曲なんか嫌になっちゃうことない？なんかないですか？ずっと目覚ましにその音設定してたら、もうそれ聞いたらなんか嫌になってしまうみたいな。そんなことない？そう。自動で切れちゃう。じゃあもうちょっとしたら自動で切れちゃうね。皆さんゆっくり休んでね。ありがとうございました。春が秋と、で起きたらすごいなんか爽やかな気持ちになりそう。ありがとうございました。じゃあまた朝6時にお会いしましょう。ありがとうございました。おやすみなさい。ありがとう、皆さん本当にゆっくり休んでください。ありがとうございました。バイバイ、おやすみなさい。また明日。バイバイ。おやすみなさい。あれ？ちょっといつ切れるんだろう。ちょっとどうしよう。またちょっと気まずいトークが始まっちゃうけど。あれ？あれ、そうですね。今日は天気もよく。はい。明日って天気いいんですかね。晴れですかね、明日。あれ、明日は晴れかな。晴れ、お日柄もよく、あれ、そう、ご趣味は趣味、皆さん最近趣味ありますか。あれ、
あれあれおかしいな。本当に消えない。本当に消えない。あれああれねえ。どうする？ちょっとどあのそうですね。私は私の趣味は。私の趣味はあの本当に54分だったの。いや54分だったよね。どうなんだろう、今は投げた星とかってあもう入んないのかな、どうなんだろうね。ちょっと実験としてこのままでしとこう、このままにしとこう。えでも時間はさあのぴったりでやったよね、切れない。あら